の試合はどうなるでしょうか。皆さん画面の前でも応援お願いします。今スタートしました。試合スタートです。ゴール横から狙いますが、なかなかシュート打てません。ゴール前行けるか。ああ決まった。これはちゃんとフォローしましたね。寺尾優里選手から、鈴木健人選手しっかりとこぼれ球を叩き込みました。寺尾選手の個人スキルのみですね。すごかったですね今。ところもあったんですけれども、はい、あのメロンも今年できましたよね。おお切った。おー決まった。メロンの話題、これもしかしてラッキーキーワードかもしれないですよ。かもしれないですね。2点目体ごと行きましたけれども、いや今の場合はちょっとディフェンスのギャップもそんなになかったんですけど、その中かいくぐっていって、見ていきたいなと思います。おー今打ったけれどもうまくはまらずというところです。さて、あの伊藤剛選手、あ今ちょっとアイスバックスのゴールチャンス、あゴール前から行きました。すごいですね。流れるようにシュート。今のシーンリプレイもされますけれども、伊藤選手思わず声が出ました。さあここからですね、で寺尾選手反対側から転がるようにシュートを放ち決まりました。第1ピリオドすでに3点目と、なんとか守ってくれっていうことですよね。さあアイスボックスがあのちゃんと止めました。そしてここで取りたいですよね。そうですね、1振りももう終わってしまうので、1振りの時点で1点取るとだいぶ流れも変わってくるので、はい、打ってきた。その通りに取りたかったですよね。クレーンとしてはね、ミピリにどう入るかというところが、じゃあこの1分半大切だったってことですね。心配ですよね。はい、追加点取って流れを掴むのも、今、思い浮かばないので、忘れちゃいます。この場に立ってみないと。おー、シュート落ちました。止めました。あ、大丈夫でしたね。ライトですか。ライト振り振ってなんか遊んでたりする。おー、危ない危ない危ない。でもちゃんとロマン選手見えてますね。あー、決められてしまいました。選手、回るのが早かったですね。そうですね。今、あのゴールシーンリプレイされると思いますけれども、ペンガートロマン選手が今ネットを外しまして、何かちょっとねユニフォームを整えています。今まさにクレンズの方でしたもんね。はい、なんでしょうねそれは。心理的な。おークレンズのゴール前、あ入った。あ入った。今のは入ってないんですか。ノーゴールになってますね今ランプは。でももう喜んでますけど、アイスバックスの選手たち、アイスバックスの選手たちは喜んでますね。あ、入ってますよね。ボトルが揺れてます。はい、新井選手がっていう顔してますけど、新井選手も今シーズンこれで3点目ということになります。行きたいですね。ゴール裏から、あこの得点を決めた後にすぐ奪われるというのは、選手の心境としてはいかがでしょうね。そうですね、まあまあ心境としてはそうです、ちょっとやられたなっていう感じなので、まあ別にまだ1点差ありますし、はい、さというところでここまでも話が出ていました。あの3点差というとファンの皆さんの心理的にはあらいけるかなってちょっと落ち着くんですけど、選手としてはいかがですか。そうです、3点あるとちょっと気持ちは余裕。おっとこれ入るかもしれないですね。入った。新井選手ですか。そうですね、今日2点目ですね。これで合計4点目ですか。もうゴールキーパーが見事体勢を崩したところをスカッと。そうですね、新井選手いつもいいところにポジション取ってるんで、今もきっちりゴール前ロフリーでしっかり待ててましたので、注目したいです。今もうちょうど、ね、あの間が危ない。これ1対1でやってくる。あ止めました。ベガトロマ選手4人で今守っています。クレンズはこのトップの河合選手をトップにし、アンブレラという方、あここで1点決められてしまいました。まあ、クレンズにとってはチャンスでしたもんね。そうですね、はい、
田選手ですかね。池田選手でしょうか。はい、そうですね。スティックで角度を変えて見事にブロッカーサイド入れましたね。はい、これでまた1点差になってしまいました。そうですね、はい、やはりエンプティーゴールまではいかないか。危ない、なんとか出して。危ない、どんどん打ってくる。よくしのぎました。決まりました。どっちも試合終了で